誇る暗殺一家カルム一族が根城にしていた跡地です。皆さんなら必ずここに来ると思ってました。たく、よろずやがカルム一族の話なんかするからこいつが興味持っちまったじゃねえか。こんな物騒な島に来たいだなんてお前も物好きだぜ。この島は一族の仕掛けたトラップや訓練所など見どころがたくさんです。って穏やかじゃねえな。何はともあれせっかくですから楽しんでいってくださいね。ねえ、もしかして私たち迷ったりして。確かに、なんていうか静かすぎて気味が悪いぜ。おかしいですね。カルムの里には何度か来てますが普段は迷うことなんかないんですよ。なんだかまるで誰かに誘導されたみたいですね。待ちわびたぞ、この時を。うわーってまたお前かよ。天聖機を覚醒まで導いたお前の迷いない意志、力強い眼差し、やはりお前はあの男によく似ている。踏み散ったはずの記憶を呼び覚ますには十分すぎるほど。またあの男かよ。仮面マントの兄ちゃんは一体誰にこだわってやがるんだ。時を満ちた、お前のその力果たして価値あるものか。さあ構えろ。おおい、やべえぞ仮面マントの野郎、本気だぜ。手を抜こうものなら瞬間命を刈り取るぞ。全力で来い。キュー！時は満ちた。私が先陣を切ろう。ここは私に任せてほしい。はぜろ！その目に焼き付けよ。邪悪なる者よ、去れ！いっそ、どこ、いっそ、どこか、どこ？これならどうだ。君の力となろう。いいね、そこ滅びよ。君の力見極めさせてもらおう。邪魔、いいね、滅びた。容赦はしない。いいね、滅びた。悪いけど手加減はできないわ。はぜろ！そこか、滅びよ。しくそ、見極めさせてもらおう。恐れることは私がついている。私が先行する。援護を頼むわ。
決意を持って闇を払わん。止まるぜ。術式解放、総不術巨名戦。聖なる光を裁きの雷となれ、パラダイスロット。極めさせてもらおう。邪悪なる者よ、さらに消え去るがいい。終わったわ、あっけないものね。やい、仮面マント野郎、こいつに一体何の恨みがあるってんだ。言ったはずだ、お前の真実の力を暴かせてもらうと。転生期を持つにふさわしいか確証を得るためには。暴くったって、これがこいつの実力だ。それがどうしたってんだ。奇弁だな、お前の身のこなしやまとう気配、光を求めることすらとうに諦めた俺を深淵より救い上げたあの男に、俺はただお前にあの男を重ね、あの頃の安寧を取り戻したかっただけなのかもしれんな。なんだかよくわかんねえけど、訳ありみてえだな。だと、私たちでよかったら、その人のこと聞かせてください。じゃあ、お前が噂の生き残りだってのか。生き残りか。苦痛を取り除いたところで、手に入れたのは孤独という闇。何も変わりはしない。だ、全てを諦めた幼い俺の前に、あの男は現れた。あの男は空の果てを目指していた。俺の元に現れたのは旅の途中の気まぐれだったのかもしれない。だが確かに、あの男と過ごした時間は幼い俺に安寧をもたらした。シスさんはその人にもう一度会いたいんですね。空の果てを目指す気空師という以外、男から俺は何も聞いていない。だからこうしてあの男との記憶にすがるように、忌まわしいこの地に囚われている。空の果てか、そりゃちょうどいいぜな。そうですね、ここに立ち寄ったのも何かの縁かもしれませんし。何の話だ。お前は俺の闇を知ってなお受け入れる覚悟があるというのか。シスさんの探してる気空師さんだってきっと見つけられます。他人の闇を厭わぬというのか。やはりあの男と同じだ。いいだろう、この身をお前に委ねよう。よし、決まりだな。仮面マントの兄ちゃん、これからよろしくな。ああ、頼んだぞ。皆さんにシスさんを紹介しますので、その仮面は外してくださいね。やべ。
任せろ。